またいるか。3日前から霊が取り付いている。しかも私にしか見えないみたいで。ありがとう。何作ってんの？ん？内緒。ありさちゃんってさ、キッチン周り綺麗にしてるよね。いや、意外とね、こう見えて綺麗好きなんだよね。そうなんだね。ね、ほどほどにしてさ、こっち来て一緒にゲームしようよ。うん、わかった。ゆっくりゆっくり。何やってんの？え、これゲームなんだけど、私も今日初めてやったの。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかちっこいのが私たちで、一緒にあの大きいのを倒す。面白い。そうそうそう。え、一緒にねえ、教えて。お前さ、合ってんじゃねえよ。大丈夫？大丈夫、大丈夫。え、ごめんね。大丈夫だよ。うん、やろうやろう。大丈夫。あ、そうそう。それで、今ちょこまかしてるの。おぉ。いっぱいいる。ね、いっぱいいるでしょ。それが愛たちなんで、一人が。あ、そうなんだ。そう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 。で、あの、触ってんじゃねえって言ってんだろ。触ってんじゃねえよ。ごめんね。なんか。なんでよ。血が。なんか。待って、ごめん。私、あの、ゲームすると結構人格とか変わっちゃうタイプ。いい、乾杯。うん、やっぱ宅飲みっていいよね。ねえ。え、今度はさ、和夫さんちとかって飲みたいな。でもちょっとうちは汚いし狭いんだよね。あ、そうだ。この前行きたいって言ってたイタリアンのお店。だからさ、いらんことすんなっつってんだろ。あのさ、何なのさっきから。俺アリサちゃんのこと思っていろいろやってんのにさ、何なのその態度。訳があるんだよね。ごめんね。ちょっと待って、電話だ。ちょっと待ってて。お前マジで何なんだよ。成仏成仏成仏。お前マジでさ、何なんさっきから。もういい加減にしろよ。あ、な、もう成仏さしてるわ私が。待ってろマジで。成仏成仏。消臭消臭スプレー。え、効くの？痛い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 。違うな。霊の心に寄り添って優しい言葉をかける。ねえ、あなたの人生は素晴らしいものだったんだよね。大丈夫、辛いこともいっぱいあったかもしれないけど、素晴らしい人生だったんだよ。だからあなたは大丈夫。ありがとう。よっしゃ、もうやっとだよ。あの、さっきはさ、本当にごめん。いや、慌ててて、いつもの自分じゃなかった。ごめんね。大丈夫。あのさ、私、和夫さんともっと一緒にいたいな。じゃあ、俺からも。俺は、ありと。しっかり。ああ、だから、ああ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 
こえなかった。もう一回言って。みんな。え、カズオさん今の。